ジャパン公認デモンストレータこのフライデーフィアブレスビデオでご紹介するのは2018年2019年通年カタログ25ページに掲載していますポップオンバーイ、えー、特にこのポップオンバイの、えー、ポップアップハウスですねこの台が こんな風に飛び出すお家ができる台なんですね。なのでそちらのですね、上手な使い方というのを中心にご紹介していきたいと思います。ちなみにこのポップオンバイは2000、えっと 2018年8月の私のオンラインクラスの指定プロダクトにしていますので私のオンラインストアからポップオンバイスタンプセットまたはポップハウスポップアップハウス台またはバンドルで購入いただくとオンラインクラスがもれなく受講できますのでぜひご利用していただきたいと思いますさらにこちらバンドルでつまりスタンプと台と両方一緒にゲットすると10%割引なのでねとっても でもお得ですよえこのビデオ内ではえこのカード全体の作り方をご紹介するのではなく はい、主にこの中ですね。えー、この中身の、えー、ポップアップの部分、そし、の、まあ、上手な使い方。えー、そしてですね、こんな風にね、あの、綺麗に内側に、えー、なんていうんですか、両方、膨大が綺麗に出るような形で紙をカットして、えー、っと、ポップアップを作るというやり方。そしてこんな風に、あの、別紙でですね、お家をどんどん飾っていくというのをビデオでご紹介しております。 えちなみに表紙の部分ちょっと解説しますとえこれ全部えスタンプをしてそれぞれ違うえっと紙にですねこのおうちのスタンプをえこの色分だけちょっとずつなんですけれどもスタンプしましたまず一番下のウィスパーホワイトにはこのえっとハウス全体をですねえスタンプしましたよその上から今度は、えっと と、グレグラナイトでこの部分だけ、そしてウッドテキシャのペーパーでこのお家の部分、木のお家にしました。で、あとは窓のところなんかはそれぞれ、えっと、押してから、押したもの、またこの部分だけですね、カットして、そして、ここ、カーテンもありますので、カーテンのスタンプを押してみました。ドアもですね、部分ごとに、はい、こちらですね、えっと グレグラナイトそしてポッピーパレードのカードストックに貼って切り貼りしています。でバックグラウンドこんなふうにもやもやもやってしているのはえっと こちらのコスタルカバーナインクパッドと、それからアクアペインターでシュ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 ッとぼかして、ここもそうなんですけど、ぼかしましたよ。で、中カーテンの部分もえ、カーテン自体はアウトラインスタンプになっていますのでえ、グレーグラナイトのインクパッドでと、またこちらのアクアペインターでシュシュシュって色付けしました。 最後にに私がとっってても気に入ってるポイントこここでございますこのですねえっと何て言うんでしょう木のスタンプ、えー、っとカタログの見本ではこんな風にちょっと木の林みたいになんでしょうあの垣根というんでしょうかみたいにしてますし こちらにちょ、ちょろっとちょろっとこんな風に、あの、量が押してますよね。それをちょっとですね、利用して、ボーダーみたいに、見えるのでしょうかこれ、カードストックと同じポッピーパレードのインクで押してボーダーにしています。ここが私的にとっても、あの、気に入ってる部分でございます。はい。ということで、前置きはこれぐらいにして、早速ですね、中身の作り方をご紹介します。 はいそれではですねこちらの、えー、おうちの部分ポップアップするおうちがポップアップする部分のダイカットの仕方をご紹介します、えー、スタート地点の用紙こちらウィスパーホワイトなんですが最終的にこんな風に、えー、カードベースの内側に、えー 設置しますすのでで、えー、開けた時にですねこんな風に周りに均等に、えー、隙間がねあのできる方が見栄えがいいですよね。でこのサイズからスタートしていきたいと思います。えー、このサイズこちらが今 A4 の半分のサイズこんな風にするとほぼ A4 サイズになっていくんですが、えー、それをですね、えー とまず A4 の長い方を1 4センチでカットしていただきますつまりここが1 4センチになっていますそしてここはもともとの A4 の短い方でしたですがはいここ A4 の短い方はもともと2 1センチなんですがそれを 1cm カットしてありますので最終的に はい。ここが14センチ、こちらが20センチという形になります。ただあの、使っていくときはこんな向きになりますので、こんな形で配置すると、えー、長い方14センチ、あ間違えました <laughs>、えー。短い方14センチ、長い方が20センチという形からスタートしていくんですね。で、えー、このポップアップ台に関しては、実は、 この部分が、えー、ここですね、えっと、カードの真ん中になる、えーまあ、通常でしたらスコアリングしたものがここに来ると、そしてちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここにですね、ちっちゃい突起がね、両方とも窓のところが出てるんですよ。要は、この突起の部分が、えっと スコアリングするまあ、えっとこのカードの真ん中部分に合わせるようにこんな風にあまあ最終的なこうなんですが台を設置するんですがスコアリングを先にしてしまってからあの台カットをすると組み立てた時にこのおうちのです、ね、ドアの部分とかここにも線がついちゃうんですね。でもちろん上から あの、えっと、別紙を貼っていく場合は、それは最終的に隠れるので大丈夫なんですがえ、そうでない場合は、要はここに線がついちゃうわけなんですよ。ということで、え私としては、最終的に今回のサンプルも、上から別紙を貼ってはいくんですけれども、えっと、線をつけたくないということで、スコアリングの代わりにですね、 鉛筆で薄くラインを引くことにしました。ということで3、はい、ピントリーマーですね。えここ今 20cm になってますので半分は 10cm です。なので 10cm のとこに合わせていただいてスコアリングではなく鉛筆をですねこの穴に沿ってスーッと引いて軽く引いてえ線をつけておきます。でこれが コアリング、まあスタンドの代わりになってで大カットをしその後でえこんな感じですね実際はこれひっくり返して台に設置する時はひっくり返すのでこの両方のちっちゃいここですここですこの。 はい、尖った部分がスコアリングのところに来て、さらに、まあこの窓からスコアリングの鉛筆の線が覗いているという形に設置していきます。そして、両側はもう目分量で、なんとなく横から1センチちょっとぐらい、えっと、はみ出ているかなーっていう位置で、この位置に設置してイカットしていくわけなんですね。はい、ということで、ビッグショットを出していただき、えこういう形 のセッティングとなります。えー、そして両側からえっとなんとなく均等にえっとうちの方がですね、はいビッグショットにこんな風に設置してい。 い形になっています。台を取ってみるとはい窓のところもですね全部開くんですよちょっとあの薄っぺホワイトで白いので見にくいかもしれませんがほらほら窓のところも全部開いて可愛いんですよ。 ほほらほらそしてもうこれ本当に組み立て簡単なんですねポップアップするのねもうちゃんとあの点線がいっぱいついているので簡単に持ち上げることができますえまずこの時点でえっとここに線ついてますよねこの部分は最終的に折っていきたいのでえっとこことこの間 こことこの間だけスコアリングをしておきます。なので全体的に先に鉛筆ではなくてスコアリングをしちゃう方は、まあこの作業は必要ないっていうことなんですけれども、私的にはあの折らなくていいところまで線がつくのがちょっと嫌なので鉛筆の線にしときました。はい。そしてスコアリングブレードをですね、すでにこういうふうに、はい。 カットできてますよねこのカットできてるところに、えー、合わせてそしてこちらもまあ 10cm で最初に線引いてるので 10cm のところに合わせていただけばいいんですけれども、えー、そしてはい上に向かってでこちらはこのカットしたところの、えー、ところにスコアリングブレードを設置して矢印を設置してそこから下に向かってつまりはい この部分だけここですねスコアリングしましたあとここはですね必要ないので鉛筆の線を消しておくことにします、はい、この後えこの部分に別紙を貼ってデコレーションしていくんですがその前にどんな感じになるかっていうのはまず別紙でお見せしますねこれもすでにスコアリングとか組み立ててみたんですけども本当 簡単に持ち上がりましたこちら今もうドアがね開くんですよちゃんとここのドアも開いてますほらほらでこのちょっと切り取り線みたいなところにね沿って、えっと、折っていただけばいいんですけれどももうね自然にこんな風に持ち上げていたら簡単にはいここを折って で、ここを折ってってやったら自然に持ち上がってきたんですよね。で、もうクシャンってこういう風にね、スコアリングの線に沿って折ったらね、もう簡単に折れました。 じゃあ、ちなみにちょっと白で分かりにくいかもしれませんが、こちらもやってみましょう。実際にはですね、この前に、えっと、紙を貼っておくんですが、一応ですね、重ね貼りをした時に、折り、折ったところがね、あのー、うまく曲がらないといけないので、最初にちょっとやっぱりベースも折っとくといいかもしれませんね。はい、ここまず、 はい、ここに折り線ついてます。で、指を入れて持ち上げていただくと、こんな感じになってきます。そしたら次ですね、えっと、この家の部分ですね。もうね、なんか自然に持ち上がってくるんですよ。こういうふうに押してると。で、次、ここの屋根のところを、 えこんな風にまた先線に沿って、ほら、ほら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 、もう簡単に、そしたらもうお家も持ち上がってきて、最後にここです。この大きなところこうやって指を入れると、ほらもうほら簡単にポップアップできちゃいました。そしてここ、スコアリングしましたよね。ちょっと軽く指でつまんで、もうほら持ち上がってきたでしょ自然に。あとは、 しっかりスコアリングのラインを、えっと、落ち着かせるために、くしゃんと、ね、スコアリング、す、え、ボー、え、スコアリングじゃないと、ボーンホルダー、いつも使ってるんですけど、ボーンホルダー使わなくても結構くしゃんと綺麗にいくんですね。まあ、一応あのー、最終的に、 ここの部分だけきっちりしておきたいので今使いましたけどその他の部分使わなくてもほらもう簡単にそしてクシャーンとなってヒューって簡単にえっと移動えっと立ち上がったり縮んだりとかしますもうね本当に簡単なんでもう楽しくなっちゃいますよそして次にですね私のサンプルではこのお家の部分に別紙を貼って デコレーションする部品は表紙のカードに合わせてですねこんなふうにここが木の、えっと、表面でそしてこちらは、えっと、グレーグラナイト、新色ですねで、えっと、ドアの部分がベースカードと同じポッピーパレードでそれぞれの部分貼っていきたいと思います。すでに大カットししておきました そしてちょっと大カットしてそれぞれカットしておくときのこちらなんですが、えっと、このペーパーこんな形でえ全部をね大カットする必要は ないのですが、えー、別紙このえっと、おうちの部分になりたいこのここをカバーする分だけまあこの場合デザイナーシリーズペーパーなんですけどもあればいいんですよねでまあ、こんな形に細長くしてここだけペーパーを置いてカットしたのがこれなんですねでえっと要は使っていきたいのはこの部分とそれからこの両側に来るこちらになりますこれを まあこの部分だけカットして、この屋根のこの部分はいらないよっていう風にしてもいいですし、えっと、これ、最初ですね、つながったまま一挙にこれを貼る。まあ、ここ、つながってるんですね。今、ちょっと私の場合はカットしちゃってますけど、このまま、えっと、ペーパーを置いてカットするとここはつながってるんですよ。で、つなげたまま貼ろうかなと思ったんですが、 これ持ち上げるときにちょっとこの部分がですねえっと二重に折り目のところが二重になるとうまく折れないんじゃないかなというふうに思いこれはもうお好みですか私の場合はちょっとここはカットしておきましたなのでこんな形で部品をねそう別々に貼っていきたいと思いますそしてですね屋根の部分は別の色でいきますので今度また この部分だけですねちょうどここに当たる部分にグレーグラナイトのカードストックを置いてカットしそして、まあ、この半分ずつこうやってカットしていくんですがこれもですねちょっと2種類試してみました1種類はですねもうそのままこの部分そっくりそのままこうなってたわけですよね全体的には。 ここカットして、このままそっくり使っちゃって、この部分にも折り目のところにも、このグレーグレナイトを、えっと、入れるバージョン。そうではなくて、こちらは折り目のところはもうウィスパーホワイトを出しておいて、えっと、屋根の部分だけっていうふうにしました。で、こちらもですね、ここ折ってあるので、ちょっとどうなのかなっていう気はするんですが、まおそらく、 大丈夫かなそんなにデリケートじゃないのでねこんな感じになりますよねで私は今回ですねこの部分はなしのバージョンつまりここは白で残して屋根だけこういうふうにのっけるバージョンで貼っていきたいと思いますえそしてですね窓枠あじゃなかったドア枠表面ではここまたグレーグラナイトで、えっと、ペーパーピーシングしてるんで この部分ですねこの部分だけグレーグナラダイトでカットしましたでカットしていただくと分かるんですけどここほら実はねちょっとだけこんな風にもねカットできてるんですよ全部カットしてないんですけどつながってる部分もあるんですけどだからこのつながってる本当にちょっとの部分をハサミでちょんちょんちょんって切り取り線みたいな形でカットしていくと簡単にこれだけ残るんですねそしてちなみに これはのスタンプしたものを実は手でカットしてますけれどもほらスタンプのお家の窓枠としてもサイズ的にはぴったりでしたお家のスタンプのこのサイズとぴったりでしたなのでスタンプをしていただいて切り張りをしなくってもイカットを使って で私はこれあのスタンプこのアウトラインをつけたかったのでスタしてますけれどもダイカットを使ってこんな風にスタンプの上に乗っけていただくことも できますサイズぴったりでございましたそしてですねえここの部分もなんかあの、えっと、窓の何て言うんでしょうひさ、えっと、しがありますよねそれもここの部分をカットすると長さ的に同じなのでこんな風にカットしてねここからね貼れば使えるんじゃないのということでしたよカーテンもですね はい、ここにつけたいと思います。で、カーテンのスタンプと台の関係なんですが、はい、スタンプすると、まあ、こんな風に両方のカーテン一緒にスタンプできるんですが、台は、えー、実はちょっと余りがあります。というのは、ほら、これ、カーテン出るってことですね、要はね。だって、カーテンこういう風につけた時に、 えっと、両方のところにはもう窓枠と同じギリギリサイズなので、えっと、貼れないですよね要はここがカーテンのカーテンレールみたいな形でこの部分をこういうふうに貼ってくださいとのりしろということでのりしろが台にはついております、はい、こんなふうにですねスタンプしたものに台を合わせていただいて。 下の部分はこのスタンプに沿わせますそうするとこれ上がちょっと余っていてこののりしろができちゃうということなんですねということで窓3つあるので、えっと、カーテン3つカットしておきましたということでこれからですね一挙に、えっと、組み立てをご覧いただきたいと思います。 気がつきましたかここ接着するときにこの部分しか接着しなかったんですよねここはこんな風にペラペラしていますというのは開け閉めした時にえっと綺麗に中が移動するようにちょっと遊びの部分を設けておく必要設けてる必要がありますのでえ全部接着しない方が綺麗に仕上がりますそしてここフェンスはですね実は急遽付け足ししたので最初は予定してなかったんですよなのでお揃い感を出すために表に にも急遽フェンスつけましたもうかわいい、本当にですねこのポップアップハウスの台簡単にですねカットできて持ち上がるのも本当に簡単にできるので皆さんもねぜひお好みのペーパーをこんな風に貼って、えー、皆さんの理想のお家をね建てていただきたいと思います。はい ということで、今回のフライデーサビラスは、ポップオンバイの、えっとえっと、スタンプとポップオンハウスの上手な使い方をご紹介しました。こちらはですね、私のオンラインストアでポップオンバイ、またはポップオンハウス代、または両方バンドルでですね、購入していただくと、2018年8月にこちらのプロダクトを使って オンラインクラスのお受講していただけますのでぜひご利用していただきたいと思います Thanks for watching! Happy crafting!